あ今日もでっかい生き物を紹介していくぞ。何を紹介してくれるのかしら？今回は古代のヤバいクジラを紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。リビアタンメルビレイは1200から1300万年前の中新世の時代に生きていたクジラだ。中新世の時代って大体どれくらい前なのかしら？このあたりだ。長い地球の歴史から見れば最近なんだが、人類誕生が約20万年前だから人類から見れば遥か大昔の太古の時代だな。こうして見ると地球の歴史ってとっても長いわね。そうだな。それにしてもリビアタンメルビレイって長い名前ね。リビアタンって呼びましょ。わかったよ。確かにリビアタンメルビレイは長い名前だが、この名前にはちゃんと由来があるんだ。学名のリビアタンは旧約聖書に出てくる怪物レビアタンリバイアさんにちなんで付けられた名前なんだ。リバイアさんなら知ってるわ。いろんなゲームに出てくる怪物でしょ。そうだよ。リバイアさんは架空の存在なんだけど、そんな伝説の怪物の名前が由来なんだから、どれだけ恐ろしいクジラだったかってことがなんとなく想像できるよな。うん。でメルビレイはどういう意味なの？メルビレイはマッコウクジラと船乗りの戦いを書いた小説、白芸の作者ハーマン・メルビルに敬意を表して付けられた名前だ。怪物の名前がついてるのに見た目は普通のクジラと変わらないわね。おいおい、確かに外見は普通のクジラに見えるかもしれないが、この頭蓋骨を見たら普通じゃないってことがよくわかるぜ。何これ、まるで恐竜の頭蓋骨じゃないの？すごいだろ。南米のペルーでは3メートルを超える頭蓋骨の化石が発見されているんだぜ。頭蓋骨だけで3メートルってすごいわね。でも何か変ね。骨格と頭の形が全然違うんだけど、どうしてなの？それはこのくぼみが関係しているんだが、ここには脳油と言われる脂肪組織や油が入っていたんだぜ。脳油？この脳油の役割についてはおいおい説明していくぞ。わかったわ。それにしてもすごいパしてるわね。なんてったってリビアタンの最大の特徴は体の大きさとその歯だからな。上下の歯はそれぞれ最大で長さ36クム、直径12クムもあり、史上最大の歯と言っても過言ではないぞ。でかっ、一本一本がボーリングのピンくらいあるんじゃない？こんなのに噛まれたら草加せんべいも一瞬で粉々になりそうね。草加せんべい食わせんじゃねえよ。これはシャチの骨格なんだが、シャチの歯の大きさが10クムくらいだから3倍以上あるな。ほんとだ、よく似てるわね。シャチって海のギャングって言われてるけど、リビアタンもそうだったのかしら？確かに似てはいるが、比べてみるとこんなに大きさが違うぞ。全然違うわ。どんだけでかいの？推定全長13から 17.5 ム、体重は50トンにもなると言われているぞ。これは近縁種であるマッコウクジラとほぼ同じ大きさなんだ。それってどれくらいのサイズなの？大型バスの長さが10ム12ムと言われているから、だいたいバス 1.5 台分くらいだな。え、相当でかいわね。骨格もマッコウクジラに似ているんだが、リビアタンの顎は横幅が広いのに対し、マッコウクジラの顎は細長い形をしているんだ。ほんとだ。しかもマッコウクジラの上顎には歯がなく、リビアタンは上下の顎に歯があり、がっちり噛み合うようになっているぞ。え、でもどうしてマッコウクジラの上顎には歯がないの？それは食が関係しているんだな。もったいぶらずに教えてよ。マッコウクジラはイカが大好物なんだよ。イカ？よくこんなに大きな体でイカを捕らえることができたわね。イカもあんなにでっかいクジラが近づいてきたら逃げるでしょ。それが逃げられないんだよ。どうして？超音波によって気絶してしまうからだ。超音波ですって？漫画の世界の話みたいだわ。脳油の話をしただろう。その脳油を使って超音波を発しているんだよ。イルカやクジラはエコーロケーションと言われる音波を発することができるんだ。この超音波を発し、跳ね返ってきた音で仲間とコミュニケーションを取ったり、餌や障害物の位置を把握しているんだ。主食とするイカなどにはこの超音波で攻撃をし、気絶させてから食べていたんだぜ。気絶させるほどの超音波の威力があるなんて驚きだわ。他にも脳油は潜水にも役立っていると考えられているぞ。マッコウクジラはイカが大好物で、イカを食べやすい仕様になっているのに対し、リビアタンは横幅がある上下の鋭い歯でアザラシやイルカ、さらにはクジラまで食べていたんだ。クジラを食べるクジラ？とんでもない怪物ね。生態は現在のシャチに似ていると考えられるが、シャチは集団で狩りをするのに対し、リビアタンは体や口、歯が大きいため、単独で大きな獲物を捕らえることができたと考えられているぞ。もう最強じゃない海の中には敵はいなかったでしょうね。いや、それがライバルがいたんだ。まさかライバルってあの巨大ザメのメガロドン？正解。同じ時代の海にこんな怪物が同時に存在していたなんて驚きだわ。
大きさ派ほぼ互角、泳ぐスピードも40、50、クムフでほぼ互角だから、実際に戦ったらどっちが強かったのか気になるよな。めっちゃ気になるわ。マリサはどっちが強かったと思う？体格、泳ぐスピードが互角でいい勝負をするんだろうけど、リビアタンの方が強かったんじゃないかと思うぜ。どうして？クジラって知能があって賢いだろ。なるほど。それに哺乳類だからな。哺乳類だから何？生物として魚より哺乳類の方がスペックは高いだろ。体温も維持できるし、活動的だからリビアタンの方が強かっただろうな。なるほど。しかし生存競争の点から見るとリビアタンが消えた後もしばらく、メガロドンは生き残っていたからどっちが強かったかはわからないな。視聴者の皆さんの予想もコメントで教えてくれると嬉しいぜ。そんな最強のクジラがどうして絶滅してしまったのかしら？リビアタンやその仲間の鯨類は先進性初期頃に絶滅したんだけど、それはこの時期に起こった地球の寒冷化が原因だと考えられているんだ。寒冷化によって餌としていたヒゲクジラが大型か小型中型のヒゲクジラが消えたこと、加えて大型のイルカやシャチなどの競争相手が登場したことが絶滅を後押ししたと考えられているぞ。餌の減少に加えライバルの登場で絶滅してしまったってわけね。やっぱり自然界の競争は激しいわね。まあどんな生物でも環境の変化に順応しないと生き残れないってことだな。以上で今回の解説は終わりになるぞ。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。